もこんにちは、新大リーメンバーの高橋です。武蔵大学経済学部3年の須坂と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。でね、今回もエルトさんに来ていただいたんですけど、インターンまでの動き方を聞いていこうと思います。サマーインターンいつから開始で、どのような選考を経てサマーインターンに参加することができるのかみたいなことを教えていただきたいです。開始時期自体は、特に定められてはなくて、それこそみんなが大学1年生とか2年生の頃から24卒向けっていうのでインターンシップをやってる企業とかもあったりするんだけど、一番多いのは今年の6月ぐらいからこう一斉に募集をかけるみたいな企業さんが多いんじゃないかなと思ってます。サマーインターンって、なんで参加するんですか？参加した方がいいんですか？そうですね、僕は参加した方がいいかなと思っていて、理由は大きく2つかなと思うんですけど、1つは、ちょっと世の中とか自分を知りに行くっていうのがすごい大事かなと思ってて、僕もそうだったんですけど、大学3年生までってぶっちゃけこう、特に文系とかはそうだと思うんですけど、人生の夏休みというかめちゃめちゃ僕も遊んでたんで、そもそも働きたくないとか、世の中にある仕事ってアルバイト先ぐらいしか知らないとか、ね、そういう感じだと思うんで、世の中にどんな仕事があるのかとか、自分に何が向いてるのかみたいなのを知りに行く機会としてはサマーインターンってめっちゃ大事だなっていうのが一つと、もう一個がやっぱり今就活が早期化してるっていうのはみんなもうよく聞く話かなと思うんだけど、その影響もあって毎年インターンシップから人を採用するっていう企業さんが毎年本当に 3% とか 5% ずつぐらい増え続けてきてるっていうところがあるので、そこから内定が出るっていうところもあったりするんで、受けといた方が得になるという感じかなと思いますね。ありがとうございます。じゃあそのサマーインターンに参加するためにはどういう選考を経て参加することになるんですか？基本的には、ナビサイトみたいなところ、リクナビさん、マイナビさんとか、ワンキャリアさんみたいなところに、インターン情報が載ってるので、それを、エントリーするという形です。そうするとエントリーシート出してくださいとか、ウェブテストをやってくださいみたいな、いわゆる普通の面接就活みたいなものだったりとか、あとは動画選考とか AI 選考みたいなのを通じて、突破していくと最終的に選考が終わってインターンシップに参加できるというような形になります。インターンシップって結構誰でも参加できるものなんですか？これは結構もう物によるっていうところはあるんだけど、インターンシップもいろいろ種類があって、単純に会社の説明をしてくれるいわゆるワンデーインターンシップみたいなものもあれば、なんかこう複数人でグループワーク、例えばうちの会社で新商品を、コンビニで売る新商品を考えなさいみたいなのを5日間でやりましょうみたいなグループワーク型のものもあったりとか、あとは本当に実際の仕事をしてもらいますみたいな、なんか本当の意味でのこうインターンシップみたいな3パターンあるんだけど、一番最初の会社説明みたいなのだと1日で終わるもので、1日で何回もにも開催されてたりもするので、ここはね比較的選考とかなく参加できたりするところも結構あるかなっていうイメージです。他は結構ね選考が入るかなっていう気はしてます。結構厳しいですか？そうだね、インターンシップはやっぱり気軽に受けられるっていうところもあるから、本選考よりも企業によっては倍率が高くなるところとかはあったりするのかなっていう気はしてますね。対策必須ですね。対策必須だと思います。インターン解禁日以降のスケジュールはどのような感じになるか教えていただきたいと思いました。そうですね、解禁日をその6月1日とするんであれば、大体の企業が、サマーインターン8月とか、7月ぐらいに行われる、7月下旬ぐらいに行われるものの募集になってくるかなと思うので、解禁日以降はエントリーをした後に、割かし早めにその ES 出してくださいとか、ウェブテストやってくださいみたいなのが多分本当に1週間2週間ぐらいで出てくると思います。でそれを突破した人がまた翌週に面接を1回とか2回やるみたいな形でインターンに進んでいくっていうのが大枠のスケジュールかなと思っています。そのサマーインターンから本選考までの具体的なスケジュールっていうのはどういう感じになるんですか？そこから秋冬みたいな、サマーってついてる感じのことなんで、オータムインターン、ウィンターンインターンっていうのが始まってきます。なので今のが1個のサイクルだと考えてもらうと、要は8月にあるものを6月にやるっていうのがあったとしたら、次10月のをインターン出るために8月ぐらいから始まったりみたいな感じで、秋冬っていうのが続いていくと思ってもらえれば大丈夫です。サマーインターン終わったらすぐに本選考っていうわけではない？そうですね、ただその本選考の、前に先出しで夏のインターンでこう優秀だった人とか評価が高かった人に対しては、本選考来ませんかみたいな連絡とかが事前に来たりすることがあるんで、そこでも得するみたいなところあるのかなと思います。サマーインターン、そのエントリーするまでにやっておくべきことみたいなことってあったりしますか？
そうですね、特にやっとくべきことって正直あんまりはないんですけど、まあ2つかなと思ってて、1つはエントリーシートの準備は進めておいた方がいいかなと思ってます。エントリーシートって比較的シンプルなんですよね、インターンの場合っていうのは。自己 PR だったり、まあ、学知化、学生時代に誓われたことだったりとか、あとはインターンなんで、どういう塾で見てるのかとか、あとはなぜこのインターンに参加したいのかみたいな、大体ね 4,5 問だと思うので、一回型作っちゃうとエントリーするスピード自体めちゃめちゃ速くなるというか、初速が速くなれるかなっていうところはあるので、ここら辺まず準備しておくといいんじゃないかなっていうところが1個あるかなと思います。質問です。はい、型作るってどういう風に作るんですか？自分で書いてくだけでいいのか、それともいろんな人に見てもらった方がいいのかとか、そのテンプレがあるのかとか。僕の個人的な考えなんですけど、まあ、まずは、まあ、ウェブサイトとか見たら、なんかエントリーシートの書き方っていっぱい載ってるでしょ、はい、YouTube で今たくさん載ってますね。そうそう、で僕はあれをパクるのは良くないと思ってるんだよね、はい、思ってるんだけど、でもあれって要は構成はめっちゃ綺麗だよねって話だと思うの、はい、だからまずあの構成を真似て自分の経験で一番アピールできることで書いてみようみたいなところから始めるのがいいと思います。まあ、あとはそれめんどくさいってなったら、まあ、あとはもうちょっとシンプルに起承転結を1行ずつ箇条書きでまず書いてみて、そこからずっと肉付けしようかなとかっていうので考えてみてもいいと思います。でそれで作った後に、人に添削してもらったりとか、自分の良さが伝わるのってこういう書き方の方がいいかなみたいな、ちょっと崩していくみたいな、まあ、手張りとか言ったりするけど、そういう感じで考えるといいんじゃないかなっていう気がしてます。じゃあ続いて2つ目 の, 準備しておくべきかと教えてください。偏見を捨てるっていうのが超大事かなと思ってて、でなんかこれデータとかでも出てるんだけど、やっぱインターンシップを行く上でとかエントリーする上で何を大事にするかっていうと、みんなやっぱね知名度とか社格を重視するんですよ。私去年のサマーの時もうそれしか考えられなくてもう大手にばっかり出しまくって全落ちしました。俺らってさ、大学生になるまでこう偏差値教育みたいなのを受けてるからさ、そう偏差値高い方が偉いっしょみたいなやっぱあるじゃん。だから会社でかいとこに行った方がいいでしょみたいなのがあるから、それは正しいんだけど、本選考が始まったぐらいの就活生にこうインタビューをすると、大事なのは社格じゃなくて環境とか仕事の内容みたいなとこですよねっていう感じになるんだよね変わっていく。でこれって後から気づくよりは先に気づいておいた方が得なんよ絶対。だから大手受ける、大企業受けるはめっちゃいい、めっちゃいいんだけど、もう一個の目的としてサマーインターンでさっき言った通り世の中にはどんな仕事があるのかを知る、それは大手企業とかに限らず中小企業とかベンチャーとかいろんなとこ見て選択肢を増やすっていうのが多分すげえ大事だから、その気持ちの準備だけはしといてほしいかなっていう。一般的にどのくらいの企業を受けてどのくらい参加するのが一般的なのかっていうのをお聞きしたくて、でもその中でも8月ぐらいにはなんか内定出てるみたいなこととかはウェブテストの回答集作ろうぜみたいな。エンターン前の動き方聞いてきました。須坂くんも24卒でも私も一応24卒なのでね、今見てる皆さんと一緒に頑張れたらなと思います。インターン大変だと思いますし、本当にこう選考っていう感じになるんで、まあ、めんどくせえなって感じだと思うんですけど、まあ、今頑張っとくと結構後々得するんじゃないかなと思うので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。